モーガン軍はアメリカ合衆国ウェストバージニア州の北東部東パンハンドル部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17,541人であり、2000年の14,943人から17.4%増加した。軍庁所在地はバークレースプリングス町であり、同軍で人口最大の町でもある。モーガンは メリーランド州にまたがるヘイガーズタウン・マーティンズバーグ、大都市圏を構成する3軍の一つである。1820年に、ハンプシャー軍とバークレー軍の一部を合わせて設立され、軍名はアメリカ独立戦争で結出した働きをした軍人、ダニエル・モーガン将軍にちなんで名付けられた。軍内には、ガラス製造に用いられる特殊な砂を産出する鉱山がある。 モーガン軍は1820年3月にバージニア州議会の法によりハンプシャー軍とバークレー軍の一部を合わせて設立された。軍名はダニエル・モーガン将軍にちなんで名付けられた。モーガンはニュージャージー州ハンタードン軍で生まれ若い時にバージニア州ウィンチェスターに移転していた。1755年エドワード・ブラドックが率いたインディアンに対する作戦では 御者として参加していた。この作戦中にイギリス軍の注意がモーガンのことに腹を立て、刀の平たい部分で殴った。モーガンはその注意を拳で殴り気絶させた。モーガンはイギリス軍士官を殴ったことで軍法会議にかけられ、下当地500回を宣告された。モーガンは後に仕事の数を数えていた古紙が回数を間違え、 499回しか受けなかったと冗談を言っていた。その生涯の残りでイギリス軍に1回分刈りがあると言っていた。現在モーガン軍となっている地域最初のイングランド人開拓者は1730年代に到着していた。これら初期開拓者の多くは不法選挙者であり、その名前は記録されていない。歴史家は 軍発のマルタゴヤは1745年頃に建てられたとしている。軍内にある温泉の噂が東方に広まり、第6代キャメロンのフェアファックス卿トマス・フェアファックスがこの地域の測量を行うことにした。1748年、当時16歳のジョージ・ワシントンがフェアファックス卿の東パンハンドル部測量隊に加わった。ワシントンはその後数年間に何度も 衣服兄弟のローレンスと共にバースに戻って病気だったローレンスがその温泉で癒されることを期待していた。この温泉は医療効果があるという噂があり多くのインディアンやヨーロッパ人をこの地域に引きつけていた。ワシントンは1767年にこの地域で休暇を過ごし町が繁華になっている様子を記していた。フェアファックス教はここに 夏の家を建設して、個人用の浴室を作った。バージニアの社交界では、人気のある観光地になった。町が成長すると、バージニア州議会は、正式に町を認定することにした。1776年10月、この町は、イングランドの温泉町バースにちなんで、公式にバースと名付けられた。この町の南北方向幹線道は、ワシントンと名付けられ、 東西方向の幹線道はフェアファックスと名付けられている。また、病弱な人々のために7エーカーの土地が取り置かれている。ウェストバージニア州が州に昇格した時、この地域は州発の州立公園になった。アメリカ独立戦争の間や、その後、バースの人口が増加した。これは負傷した兵士などが、温泉は医療効果があると信じたためだった。 飲食、飲酒、ダンス、掛け事や、毎日の競馬が日常を時となり、いくらかやひな街という評判になった。バースは後に、バークレイスプリングスと呼ばれるようになった。これは主に街の郵便局が、バージニア州南東部にあるやはり、バースという別の郵便局との混同を避けるために、その名前を使っていたからだった。バークレイスプリングスという名前は、ノーボーン。 バークレー州知事の生徒温泉を組み合わせたものだった。郵便がバークレースプリングス宛てに送られたので、この名前の方が存在感を増していった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は230平方マイルであり、この内陸地229平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.30%である。スリーピークリークさん。 デビルズ・ノーズ群は6つの管理地区に分割されている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。